自己毎日行くよ。はい、皆さんどうもこんにちは、だし1でございます。今回はですね、じゃじゃん、ヒルトンダイヤモンドに0泊で成り上がる究極の方法に関してですね、お話をしていけたらなというふうに思っております。まあ、僕自身もね、ヒルトン歴、およそ6年になりますけれども、今現在ですね、0泊で、ダイヤモンドの方をですね、キープしております。でこれね、弟子一さんだからできたんじゃないかなっていうふうにね思われてしまう方も多いと思うんですけれども、実際にですね、今までゼロステータスだった方が僕自身が開発したこのノウハウによってですね、本当にゼロ泊で、ダイヤモンドになり上がった方がいますので、今回このビデオを見てくださっているあなた自身もですね、今現在なら、実践できる、そんなノウハウになってますので、ぜひね、楽しみに聞いていただければなというふうにね、思っております。それはちょっとね、画面の方を切り替えて、説明の方をさせていただければなというふうに思いますので、ぜひ楽しみに聞いていただければなというふうに思っております。多分ね、どこにも落ちてない情報も、少しばかりあるんじゃないかなというふうに思います。はい。でね、今回ゼロ泊で果たして可能なのかっていうね、まず、疑問を持ってしまう方も多いと思うんですけれども、実際に可能でございます。で、今回ね、3つのやり方をですね、紹介していけたらなというふうに思っております。で、まず1つ目がですね、ステータスマッチというやり方ですね。これ結構ね、最近有名になってきたので、まあ、ご存知の方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まずこれについて。で、2つ目ですね、ヒルトンダイヤモンドの、クレジットカードですね。まあ、ちょっと名称は違うんですけれども、ヒルトンの、アメックスのプレミアムカードの方をゲットする作戦。で、3つ目に特殊スキームということでね、実際に僕自身がガチンコのホテル塾っていうね、公式のグループがあるんですけれども、そこで公開している内容も少しばかり、紹介していけたらなというふうに思っております。はい。まあ、ダイヤモンドね、まずその内容に移る前にダイヤモンド、やっぱりいいですよね。まあ、ヒルトンの強みっていうのはですね、世界中にかなり拠点を構えてますので、まあ、世界最大がマリオットだとした時に今2番目があのヒルトンかと思うんですけれども、まあ、どこ行ってもですね、ダイヤモンドのステータス持ってると、まあ、ちょっとね、北米圏とかだと微妙なんですけれども、まあ、アジアとかだとね、それなりにコンラットとかね、あるところだとそれなりにね、いいサービス受けられたりとかもしますし、まあ、日本でもね、ヒルトン、まあ、それなりにいろんなところにありますので、そういった意味でね、まあ、朝食だったりとか、まあ、アップグレード、あとラウンジあるところに関してはラウンジ利用の方もできますので、そういった意味でね、まあ、持っておいて遜色はないわけですね。そんなダイヤモンドをどうやって安く取っていくのかっていう話をしていけたらなというふうに思います。で、ステータスマッチですね。まずステータスマッチ、こちらに関してお話をしていけたらなというふうに思うんですけれども、実際にですね、ヒルトンさんはもう数年前からですね、ステータスマッチっていうプログラムを、開催しております。で、簡単に言うと、僕自身が、まあ、ハイアットのね、僕グローバリストなんですけれども、ハイアットのグローバリストを持っているとですね、無条件ではないんですけれども、ヒルトンのダイヤモンドも上げますよっていうようなですね、まあ、プログラムの方を開催しております。だから僕自身がですね、ハイアットのそのダイヤモンドと、簡単な宿泊歴の方をですね、ヒルトンさんの、まあ、こちらちょっとウェブサイト書いてあると思うんで、これ YouTube の概要欄に貼っておきますけれども、ここにですね、申請することによって、実際にアプローブされればですね、90日間あの猶予期間というのを与えられて、この期間内に、9泊するとですね、ヒルトンダイヤモンドの方を、しっかりとした称号としてくださいますよっていうのをですね、実際にヒルトンさんの方は行ってくださっています。で、要はこれに必要になってくる条件っていうのはですね、まあ、9泊の宿泊、もちろん最初の90日間だけね、ヒルトンダイヤモンドで OK という方はね、あのステータスマッチだけしていただいて、その9泊分は別にする必要がないわけですね。だから、たまたまね、ちょっと次2泊か3泊するときにダイヤモンドの方がいいよなっていうふうに思ってね、ステータスマッチして90日だけもらって、その間ダイヤモンド生活を楽しむっていうのはもちろんいいわけですよね。ただこれ1回しかできませんのでね、そこはやっぱり注意していただく必要があるわけなんですけれども、それとは別にやっぱりね、しっかりとね、ダイヤモンド欲しいよっていう方ですね、いるのであれば、今はね、この画面出てますけど、2023年のね、3月31日までヒルトンダイヤくださいますよっていう話してくださってますけれど、今現在ね、取っていただくと約2年間もね、ほぼ2年間ですね、ヒルトンダイヤモンドをくださいますよというところになってきます。だから9泊分のコストと、他社さんのね、ステータス、今持ちの方はまあ、ないんですけど、これが取られる必要がある方はですね、やっぱりそのコストがかかってくるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、じゃあこれね、少し裏技というかですね、まあ、どうなのかなというところを話していくんですけれども、まず1つ目ね、9泊、まあ、これ自分でね、止まらない、弟子さん無泊って言ってたじゃないですかっていうんですけど、そうですよね、90日間だけでも無泊で別に止まらなければ、90日間だけはもらうことができるわけですね。だからこれ別に90日間だけダイヤモンドは可能になってくるんです、無泊でもらえるっていう意味では。
はい、でもう一つ9泊っていうのをこれ別に自分で泊まらないで、ダイヤモンドを、得ることもできるわけですよね。で日本のホテルに関してはですね、チェックインの時にあの本人確認っていうのは必要がありませんので、現段階ではね。なので、まあ、自分の名前をですね、第三者の方、まあ、ご家族の方とかに泊まっていただいて、まあ、嫌な方はね、一緒にあのチェックインして、その方にね、パスしてあげるっていうのもいいと思うんですね。僕もあの昔ね、やっぱり自分の後輩とかでね、やっぱりホテルってね、すごくいい勉強になりますので、サービスとかの、あの一緒に泊まって、僕は泊まらないっていうね、そのまま帰ってしまうってこともありましたけれども、まあそういったのもいいわけですね。で、また今、キャンセルさんとかでね、そういうホテルの予約自体をこう販売というかですね、仲介できるそういったサイトの方も今出てきておりますので、こういったものを使っていただけると、実際にね自分自身が泊まらなくてもあの滞在日数を稼ぐことっていうのはできるということになってきます。はい、じゃあ概算のコストね、見ていきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、実際に900分ですね、これちょっとヒルトンだとね、日本の場合だと多分那覇のハイアットさん、はい、ごめんなさい失礼しました、ダブルツリーバイヒルトンですね、一番、まあ、現段階ではですね、リーズナブルで安いかと思う、首里のも安いですね、まあ、大体ね、この金額で見たときにですね、こんな感じになっていきますということですね。はい、まあそれにプラスしてちょっと今画面の方ですね、7万2000円プラスして他社さんのステータス持っている方は、ね、0円ですけれども、持ってない方はですね、今現段階で一番安く取れるのが、まあ、僕自身これもホテル塾で紹介させてもらってますけど、マリオットのねプラチナエリートにあの0泊で成り上がる裏技があるんですけれども、これにかかるコストが大体 1200US ドル、これ無泊で取れますね。なのでこの累計を出すとですね、おおよそ21万円相当ということですね、まあ、21万いかないぐらいなんですけれども、一応この程度のコストが、かかりますよというところがですね、あるわけです。でもちろん90日だけだったらね、今ステータス持っている場合だったら無料ですし、タシャさんステータスね、ヒルトンプラマリオットのねプラチナエリートを取って、それは2年間有効ですけれども、それとは別にヒルトン90日っていう場合はですね、13万2180円で済むということですね。はい、で次ヒルトンアメックスプレミアムカードの方ですね。これは最近出た、クレジットのカードの方になります。はい、でこちらですね、アメリカンエクスプレスさんの方で新しく出たわけなんですけれども、こちらね、200万円使っていただくと、達成年の翌年末までヒルトンダイヤモンドステータスの方を既婚カード会員様に、提供しますということになっているわけですね。でこれ実際にね、まあ、ヒルトンさんの方は、まあ、年間30泊でねダイヤモンドになれるというところなので、まあ、変な話8000円ぐらいでね30泊泊まれば、24万円ほどでね、まあヒルトンダイヤの方はまあ維持というかなることはできるわけなんですけれども、一応ねこのクレジットカード使えば200万円使えばですね、0泊でも大丈夫ですよっていうのをですね、このヒルトンさんの方は、実際にオファーくださっておりますということです。で年会費の方がですね6万6000円プラスして、決済額が200万円以上ということになっていきますので、まあ、このあたりがね一つネックになってくるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、経営者の方でね事業決済としてね使っていただく、でもちろんこの決済に関してもポイントっていうのが、ヒルトンさんの方にはつきますので、またそれを利用していただくとね、安く泊まれたりもしますので、まあこの一つ、やり方としてね、この200万円を1回使っていただくっていうのは、まあ、なしではないんじゃないかなというふうには思っております。はい。で、まあめんどくさい方はこれ作っていただいてね、6万6千、200万切っていただければですね、なれますので、もともとね、6万6千、まあ年会費っていうのはかかりますから、まあこれにプラスして、まあそのダイヤモンドの決済金額っていうのが、これヒルトンのためだけに切ったのであれば、これはね、まあ、今回のそのダイヤモンドになるためのコストとして、ね、換算すべきだと思うんですけれども、普通にね200万円使ってしまっているよっていう方はですね、それはコストっていうわけではないと思いますので、まあ、その辺でねちょっと金額に、まあ、コストに関しては差があるのかなというふうにね、思っております。ただねこの200万円に関しての決済を他のクレジットカード、例えばね ANA さんの、まあ、スーパーフライヤーズのねあのビザカードとかで切っていただけると、まあ、1.5 ポイントつくっていうところもあったりもしますし、まあ、他の、ね、クレジットカード、で切ったりとかもっとするもっと、ね、ポイントバックがもらえたりする部分もありますので、まあ、その辺を考えるとねちょっとどうなのかなっていうところは、一つ懸念点としてはあります。はい、で3つですね最後になりますけれども、特殊スキームということでね、これ実際にねガチンコマイル塾のホテル塾というね講座で、ご案内させていただいているご紹介させていただいている、やり方になります。で今これ画面見ていただければなというふうに思うんですけれども、これ実際にね僕自身が紹介させていただいたやり方で、ポイントとかですね一切宿泊をせずに
あのヒルトンダイヤモンドになり上がる。でこの、ね、今画面出てる人たちがこれもともと維持してたんじゃないんですかっていうね、まあ、そういう意見もあるかもしれないんですけれども、まあ、この一番下はね実は僕なんですけど、これ僕ダイヤモンドに本当に何て言うんですかね、ゼロ枠しか止まってないのに、あのゼロ枠なんですけれども、その後ちょっとね5枠止まったになって5枠止まったっていう感じになりますので、全然こういったことがねできちゃうわけですよね。だポイントもほとんど僕持ってない状況なんですけれども、だ実はですね、ヒルトンダイヤモンドっていうのはあの今止まらずになる方法がありますよということになってきます。ただね、これはですねちょっと YouTube での公開になりますとね、不特定多数の方が見れるのが良くも悪くもですね、YouTube ではありますので、ちょっとね、全体の人たちには公開できないので、今回ねホテル塾のメンバーのみにご案内させていただいておりますので、あらかじめね、ご理解いただければなというふうに思います。で今回ねこのヒルトンダイヤモンドになり上がる方法に関しては 500USDですね、約日本円相当で、今現在ですね、2021年6月現在だと5万5000円程度になります。であと、ホテル塾ですね。すでに入っている方はこのノウハウをご存知だと思いますし、すでに成り上がっている方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、ホテル塾の、参加費の方が、かかりますよというところになってきます。ただね、ホテル塾って今回のこの紹介するためだけの、ものではなくてですね、まあ、ホテルの泊まり方であったりとか、まあ、僕自身ね、あの年間、まあ、年間ではなくて今までの累計でおよそ4年ぐらいですね、ホテルで滞在してきた。4年っていうのは4年間、ですよ。人生の中の4年間ほどホテルの要はベッドで寝てきたということですね。まあ、その変なホテルとかではなくてちゃんとしたホテルですね、っていう経験がありますので、まあ、その経験を踏まえてのね、実際にホテルの、まあ、テクニックだったりとか泊まり方で、あと最新の情報などなどもね随時後半更新していっていますので、それを含めての参加費になりますので、まあ、一応ちょっとここに概算コストとしては入れていきましたけれども、実際はそれ以上、今回のヒルトン以外のものもマリオットのねプラチナエリートの部分もご紹介させていただいておりますのでね、それがホテル塾になりますよということになってきますということですね。はい、まあ、そんなわけでですね、今回は、ヒルトンのダイヤモンド無料達成、ごめんなさい、ゼロ泊達成スキームですねということでね、お話をさせていただきました。まあヒルトンだけに限らず、まあ、ハイアット、マリオットね、まあ、アコーさんもそうなんですけど、実はいろんな裏技っていうのがあるんですね。まあ、それネットに出てないものでたくさんあるわけなので、それをねまた今後もちょっと僕自身も、話せる範囲ではね YouTube で話してきますけれども、もっとね濃いちょっとねほらなるべくやっぱり知らない人に、ね、僕も届けるっていうのはちょっと怖いですから、そういったね本当に美味しい話っていうのはホテル塾のメンバーにしていきたいなと思いますので、ぜひね、デシーさんホテル塾の宣伝だったんじゃないですか。いや確かにねそれもあるんですけれども、ちょっとホテルねぜひこれからももっともっとみんなでね共有していきたいなというふうに思いますので、今回ビデオ撮らせていただきました。少しでも役に立てたらね、ぜひいいねマークねポチッと押していただけると非常に嬉しいです。ということで今回のビデオはこちらで終わります。ご清聴本当にありがとうございました。最後までガチンコマイル塾の YouTube をご視聴くださりありがとうございます。ぜひこの動画の内容が良ければいいねのボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメント欄に感想やご質問もお気軽にくださいね。またマイルやホテルに関しての最新情報をいち早く知りたい方は概要欄よりメールマガジンのご登録をお願いいたします。ではまたお会いしましょう。